はい、ようこそどうもよしです。プレイグインクイブロブロパラサイトを超ハードでやっていきます。やっていきましょう。このねパラサイト、なんか DNA ポイントを得られないっていうらしいんですけど、そんなことないっすけど、まあほとんど変わらないっすね、今までの伝染病とバクテリアとね。はい、ではやっていきましょう。使用する遺伝コードはこちら。触媒スイッチ、遺伝子擬態、アクアサイト、エクストリームファイル、シンプト性質、これでやっていきます。じゃあ超ハードやっていきましょう。今回やっていく国はここでやっていきます。サウジアラビア。サウジアラビアがなんかやりやすいんでね、うん、だいたいね暖かい、暑いところだな。暖かいじゃなくて熱帯とかその辺、うん、その辺がねやりやすいです。エジプトもそうだし、熱帯か温帯かどっちかの中で、かつ飛行機とかが多い、そういったね国の方がやりやすいという感じになってますね。私の今までのね何回もやってきた中でね、そう思いますよ。うん、で最初に取るのはですね、こちら農法過敏症、間違えた、腫瘍を過敏症取って、咳くしゃみ、ちょっと待ってね、ポイント貯めます。もうちょっと取れる予定だったんだけどな。まあいいや。はい、じゃあ肺炎、吐き気と、ユーロ圏崩壊に近いって、こんなところで出てこないでくれるかな。うん、まあ、出てもそれが何の役に立つか分かんないんですけどね。うん、はい、取ってオート取りましょう。オートを取ります。でオート取ったら発疹、発汗、皮膚障害取っていきましょう。はい、なんかオレンジバブルが出やすくなってますね、このパラサイトは。それ以外は基本なんだろう、ほんとバクテリアと変わんない、うん、変わんないですね。はい、じゃあ皮膚障害取ってみましょう。これで感染力上げましょう。もうちょっと上げていいな、伝染でもうちょっと上げましょうか。うん、はい、おお、いいぞ。じゃあ空気1取って、おお、やっぱりねオレンジバブルで取れやすいですね、ポイントが。はい、もう気づかれましたね、病気。まあいいです、気づかれてもね。うん、はい、じゃあ間違えた、こっちだ。水1取って、次空気1かな、取るのは。じゃあ空気1取って、空気2だった、空気2取っていきます。はい、じゃあ次これ取ったらポイント貯めましょう。またポイント貯めて、能力の換気耐性と薬物耐性取っていきます。サウジアラビアがね封鎖したらしいです。気は開発取りかかりましたね。はい、さっさとやっていきましょう。空換気耐性2と、ちょっと通り過ぎだな。大丈夫か。あ、大丈夫だな。薬物耐性2取ります。次は、はい、じゃあ薬物耐性2取りましょう。よし、いいぞ、いっぱい溜まってきたな。じゃあこれ取ります。遺伝子強化、遺伝子強化2まで取りましょう。開発され始めてるはずなんでね。はい、じゃあ遺伝子強化に取ります。はい、で次取るのがねこっちだな。警戒リスト加えられたな。はい、警戒リスト加えられたんなら、じゃあ次下痢取りましょう。下痢、これでちょっと致死率上がっちゃいますが大丈夫です、難題ないです。はい、何もね。はい、じゃあどんどん取りましょう。麻痺って、あ、治療難しくするやつか。いいんじゃないかな。はい、いいと思います。まあ死亡者が出ちゃったか、死亡者が出ても問題ないでしょう。うん、はい、んでだな、次はまあ大丈夫かな、まだ取らなくても。うん、どんどん感染し始めますしね、やばいと思ったらあれを取りましょう。遺伝子改造なりなんなりをね。うん、はい、来ました。触媒スイッチにしてるおかげでこれでもポイントがもらえます。うん、ちょっと鬱陶しいんでこれ取りましょう。昏睡、治療難しくしましょう。よし、ではポイントも貯めまくって、まだかな、もうそろそろかな、まだ早いかな。うん、よし、取っちゃいましょうかね。そろそろ取っちゃおうかな。全身臓器不全取ってきます。これ取ります。
はい、取っちゃった方がいいです。カナダが崩壊し始めちゃった、残念だね。炎症、まあ炎症いいんじゃない、うん、はいはい、あ、健康な人間残されてないですね。じゃあもう勝ちですね。あとはほっとけば、いやちょっとついでにこれしちゃおうかな。エシエシやって遺伝子改造取りましょう。遺伝子改造ちょっとまずかった、思ったよりもポイントが多かった。あ、ポイント、あのキュアのね、うん、こういう噴出性オートコンボ今更ですか、まあいいですけど。はい、オリビアは無政府状態と。じゃあこれ取りましょう。遺伝子改造3、ちょっとポイントが余ってるんだったらこれ取ろうかな。出血性ショック、これで致死率をもうちょっと上げます。これでも勝ち確定ですね。はい、じゃああとは待つだけですね。こういう破壊しながらもうちょっと苦しめようかな。もうちょっとだけ苦しめちゃおうか。これも取っちゃいましょう。これとかね。はい。はい、根絶と。まあ、最後のは余計でしたけど、まあ、これで勝てますね。はい。という感じで、これで終了。じゃあ、次回はプリオンやっていきます。それじゃあ、次回お楽しみに。ほんじゃ、またねー。